はい、国重です。ということでね、ビットコインの価格今日の見ていきましょう。ビットコイン1017万円ということで1000万円キープしておりますということで、チャートはねこんな形してるんですよ。チャートが、はい、人によってはもうビットコイン天井をつけてんじゃないかという人もいるんですけども、これは、ね、ビットコインの価格っていうのはですね、縦軸対数で見ないといけないんですよ。エクスポネンシャルですから。暗号資産っていうのはね、エクスポネンシャル的な動きを見せてますから、ここのログを押すとですね、こういう形になるんですよ。こういう形になってるというのはですね、前回の高値をですね、高値ここなんですよ。高値をちょっと超えたと、ちょっと超えたと。いうことで、これはですね、上昇のまだ初期段階にあると。ね、本格的なブルースオーバーのね、初期段階にあると言っていいと思いますね。はい。ここでちょっと儲かったからね、もう、売ろうとね、思ったりする人も多くいると思うんですけども、もう売らない方がいいですね。で、この値段がどんどん上がってくるんですけど、連れてビットコインを保有している人がですね、どんどん少なくなっていくんですよ。もう上がったから売っちゃおうという人が多いですからね。だからビットコイン保有人数がね、少なくなってくるんですけども、まあ売らない方がいいと思いますね。はい、ということです。ビットコインがですね、まあ、このすべてのアセットのですね、時価総額が、もちろんこのゴールドが1位なんで、圧倒的に1位なんですよね。次、マイクロソフトが来てるんですけども、9位にね、なんとビットコインがもう来てるんですよ。で、もう、シルバーの8位なんですけど、シルバーの後ろ姿がね、もう見えてきたってるんでね。シルバーと7位の Google ですか。これと、まあ、Amazon、6位の Amazon。これを、まあ、倒していくというのは、もう時間の問題かなと思いますね。どんどん倒していきましょう。で、まあ、最終的には、最終、まあ、中期的な目標としては、まあ、マイクロソフトを倒してね、ゴールドの次に来るんじゃないかと。で、思いますけどね。はい。というのもですね、ブラックロックがですね、もう、非常に買い集めてますね。はい。この買い圧があるからですね、上昇しているんですよね。はい。もう 0.93% ね。ほとんどもう世界のビットコインの 1% をね、ブラックロックが持っているというぐらい来てますね。どんどん来てますね。ということで、ブラックロックを筆頭に買いが集まってるんですけども、まあグレースケールから出ていったものと ETF のね、運用会社がに入ってくるのとの差がどんどん開いていってるんですよね。はい。ということは、まあ、グレースケールから、このね、手数料の安い運用会社に移行しているのもあるんですけども、新規のお客さんがですね、どんどんビットコイン ETF に入ってるということが言えますね。この黄緑の帯の部分が、まあ、新規のお客さんがね、ビットコイン ETF 買いたいって言ってね、入ってきてますね。まあ、金の ETF からね、ビットコインの ETF 買えてる人も大勢いると思いますけどね。まあ、そういう意味で、ビットコイン大人気ということになりますね。はい。ということなんですね。はい。ということで、
まあ今後もねいい感じで上がっていくとは思うんですけどもね、まあブロックチェーンに支えられてね、今後はねブロックチェーンテクノロジーがあるから、まあビットコインをはじめ暗号資産ね、いや仮想空間上にメタバースとかね、Web3 といったものがどんどん出てきますからね。はい、まあそう時代はそういう風にねなっていくと思います。そういったまあ仮想空間上にですね、人類とですね、AI がですね共存していくとねいう未来になっていきますんでね。はい、そこでのやっぱりこのそこでの金融機関っていうのはやっぱりその今のこの DeFi とかですね、はい、そこで取り扱われる通貨はですねやっぱりこの暗号資産になってくるんですよ。暗号資産、はい、なってくるんで、まあ、ビットコインはね、まあ、金と同じなんでね、まあ、価値を保存させるとねいう目的がありますからね。まあ、ビットコインはやっぱり持っておいた方がいいですね。はい、うん、その他のアルトコインはね、大きく下落することもありますから。というのも、国の通貨っていうのは、どんどん大きく上がって大きく下がりますからね。今、過去の歴史を見るとですね、生き残ってる通貨っていうのはね、ほとんどないですからね。過去の歴史を。今の現時点で言うとね、ドルとか円がね、今、強くてですね、ドルなんかは現代では猛威を振るってる人いますかね。現実世界ではね。はい。それがまあ、だんだん弱くなってきますから、うん、弱くなって、ね、ペトロダラーとか言われてるんですけどね、ドルと、まあ、ドルの決済は、石油のね、決済をね、ドルでやらないっていう国も出てきましたからね、ドルの価値っていうのがね、だんだん弱くなっていくのは明らかなんですよ。ドルの価値は弱い、つまりアメリカが衰退するっていうことですよね。アメリカが衰退して今後中国がどんどん伸びていくっていう、まあ、こと、50年単位、100年単位で見るとですね、まあ、そういうふうになります。確実になりますね。まあ、すぐにはならないんですけどね。まあ、中国は、中国で、まあ、世界の覇権を握るということになると思いますよ。はい。すぐにはならないですけどね。だんだんそうなりますから。はい。ということでね、皆さんビットコインを持って、ね、未来にワクワクしていきましょう。ね。少しのビットコインでもね、まあ、タワーマンション、ね、高級車、ね、買えるぐらいになりますからね。はい、長期でホールド。いいですね。はい、皆さんはお金持ちになりますから、必ずお金持ちになりますと。というところで、チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いいたします。